今日の日付は4月の25日5日、まあいいや、とりあえずもう始めちゃった。突撃シアトルライブは今回はキャピタルヒルの豪邸散歩というものに挑戦。これ切れちゃうかもしれませんね、外だから。家の中じゃないから。これはあれですよね、マグノリア。とりあえず豪邸世界を見てみようかなという。この家はもうすごいですよね。アダムスファミリー的な家、これ誰も住んでないんじゃないですかね、多分今。すごい巨大なんですけど、まあいいや。でこういう豪邸がいっぱいあるわけですよ。この家もすごいでかいですね。これもビクトリアン朝の多分築120年ぐらい、100年も、あ、かなりでも改築してますよね。ベースはちょっと待ってね。この家もスーパーでかいですよ。悪いですけど、これちょっとこのようにピーッとこういうお家が並んでいるわけですが、で、ね、ブラックライフマターの看板してるし、ほらこの家も超巨大ですよね。この家も巨大すぎると。ここはお家のお庭はもう、これはここまででかい家だと相当金あるでしょうみたいな。お友達に聞いたら、これってこのくらいの巨大な家だと、あの家もすごいですけどね、向こうの家もこのぐらいの家で税金どのくらいかかるんですかって、年間400万ぐらいじゃないとか言ってましたけど、年間400万ですか、あなたみたいな。家持ってるだけでそれかかっちゃうわけですからね、相当金持ってますよね。これはツツジですよね。紫の綺麗な、はい、でこのままこのままずりずりと歩いて行けるとこまで行ってみましょうということで、人が避けていきますよね、前に人を見ると。でまだそういう状態なんですが、でこれはアマゾンカーじゃないか。最近こういう車が流行ってますよね。これはベンツで、アマゾンもこういう、このうちもはもうまあまあ大きいですよね。このうちもこうチューリップが綺麗ですけど、ほら見てみそう。でこれもこれも相当アップデートしてますよね。ウィンドウは昔のウィンドウですね。で窓のトリートメントを見るとかなりわかるかも。なんとなく最近分かってきました。窓がアップデートされてるバージョンと、ガラス、窓ガラスのところが。で、これは、八重の椿ちゃんですよね。こういうふうにいっぱいこう落ちてます。この横の、この茶色の横の、ブルーとオレンジと黄色、レモン色、これはこれも古いですよね。でこう向こうこの並びの家がサンフランシスコはもっとベイウィンドウがあるから、このブルーのやつの下のウィンドウはベイウィンドウって言ってこう突き出てるんですよね。 あれもベイウィンドウですよね、黄色いのも。でこちらが一般的な昔のレンガ造りのアップルかも。こちらが昔の一般的なアパート、ここストゥーディオ。ストゥーディオっていうのはもう一つの箱しかない、区切られてない箱しかない。箱とバスルーム、場合によってはシャワー、バスタブあるか。で今ストゥーディオでこちらでいくらぐらいだろう、すんごい狭いところで800とかぐらいじゃないですかね。ギョみたいな、ほんのにもう単位に小さいスタジオですもんね。こちらがまあちょっとで、ちょっと道路だって向こうに見えるのがピュージェットサウンドと呼ばれる、ちょっとそうそう、ちょっと遠いかもしれないですけど、でこちら
らは、普通の家じゃないか、アパートコンプレックスっていうんですかね、昔のスタイル多分集合住宅でもないか、一つの大きな家に三つの入り口、四つあるのかこれは。で、この向こうにあるやつは多分80年代ぐらいの建物ではないかと察しますが、どうでしょう。で、これはより近代的なものでしたね。で、ちょっと道路を渡っちゃうし、で、見えませんね、まあ、見えるかもしれないけど、向こうに水面がありますから、あれは湖ではなくて宇宙のピュージェットサウンドと言いますか、今こちらで流行ってるのがライムの、これがよくこう流行ってますよね。人が避けてくれる人が避けてくれる。で、こちらは最近流行りのモダンな四角いなんてポット、これポットメントって、あ、ポットでもじゃないか、分譲かも、これは本当に四角い箱のお家、あ、多分家一軒じゃないと思いますけどね。あ、車が来たですね。おう、これは昔のレンガのアパート。この家は多分、集合住宅的な、ちょっと微妙ですね。微妙。これは向かうベイウィンドウですね。ちょっと張り出てるやつですね。このタイプは、このレンガの塔のタイプは結構出口がいろんなところにある。2つあったり3つあったりするんですけど、ね。で、この、あの古い白いやつもかなり昔の家ですね。洗ってペンキを塗ればきれいになるのにって私は思っちゃいますけど。あ、でも上開いてるかも。開いてるとこが多いですね。やっぱり去年のプロテストで自治区でもう大問題とかなっちゃって、治安が悪いっていうよりはホームレス増えちゃって、自治区にホームレスがガーッと集まってきて、その後解体されて結局分散しちゃったわけですよ。でもお花がいっぱいって、これは教会ですけど、多分ね、至る所にホームレスシェルター、ショームレスなんていうの、難民って言うんだよ、ホームレス難民っていうのも変か、テントが街の至る所に出現しているという。もう本当にじゃあ危ないかっていう、例えば刺されたりとか撃たれたりとか、そんなひょっちゅう起きるのかって言ったら、そんなに起きてないと思いますけど、前に比べれば、こう物騒なイメージがついちゃった。で、メディアもあれもすごい報道っていうか、ここまで言うんだっていうぐらいの大げさ報道しちゃってるし、で、まあ、シアトルイコール危ない街よみたいな認識が育っちゃったみたいですね。でもそれでも、私最近新居の方にコロラドから新しい方が入居して、仕事で移ってきたとか言って、まあ移ってきてる方もいるわけですよね。出ていく方もいれば移ってくる方もいますよということで、これもうちょっと、これ今14th から始めたのか、 14th ストリートから歩いてどんどん降りていって、もうすぐ 10th アベニューというところですが、これはもうできたばっかりの最近の、分譲住宅、多分分譲だと思いますよ。最近は3階建てこれ 1,2,3 で天井ついてますよみたいな、天井じゃないや、屋根ついてますよみたいな、これも昔の家ですよね。昔のおばちゃん出てきた、これが 10th アベニューですね。このここの、これもこれは何年ぐらいだ、ここは30年前は
政府があったとこかな昔は巨大なパーキング場で、それがあのその後にあの その当時の最新コンドミニアム、コンドミニアムか、一応多分で引っ越ししてる人がいますね。ナオショーイングセブンデイズアウィークっていう、引っ越ししてます。ここは今ちょっとあの駐車場に来ちゃいましたけど、あ、駐車場、この、いや違う、このやっぱこの一帯が昔巨大なあのロットパーキングロット、そこのその先にセーフウェイ、セーフウェイだったと思う、キューフェイ、セーフウェイだったと思う、セーフウェイっていうグルーセストアがあったんですね。でまあいいやちょっとその、ここが今ブロードウェイというところですが、ブロードウェイの北の端ですね。北の端でビーッと一休一緒にという焼肉屋さんみたいなですけどね、あそこね、まだ行ったことないんですけど、でこれをずっとブロードウェイ、これ南に行くわけですが、じゃあちょっと私は今日はあのベトナム料理食べたいわって、ベトナムラーメン食べて、ベトナムラーメン食べるよっていう、あのまあいいや、あ、このタイブラ、フォーダンブラザーズってところに、どうしよう、他にもあるのかな、よくわかんないけど、まあいいやズルズル、じゃちょっともうちょっと行ってみましょう、ズルズルっと、ズルズルっと、まあ今日は日曜日の今何時、1時過ぎぐらいでしょう。カフェは外に椅子を出して座れますって、座って飲んで、外で飲んでくださいって、でビバース、あのビバースですね、ビバースはまだ中では吸えない、タバコ吸われません。あのキャプタン、ブロードウェイのカフェはすごくあの慎重ですね、まだカフェも座って飲む、ね、ここもインド料理屋潰れちゃったこのバスで、ワシントン州はバスはすごい発達してるので、あの車、郊外、よっぽどファミリーとかサバーブとか郊外に住めばあるんですけど、都心部シティに近いところに住んでる限りは大概バスでどこでも行けちゃうみたいな。なので、あのゴールドジムがありますよね、まあいいやゴールドジム、あで、これメキシコ、ラティンメキシカーナーで、昔はここはバフェをやってたんですけど、まあやってないんですよね、やっぱりさすがにね、人がやっぱりこれあの LGBTQ タウンなので、レインボーフラングたくさんあります。ここは昔はもっとゲイゲイしてたっていうか華やかだったんですが、週末っていうのはもう人がゾロゾロ変わった人たちがゴロゴロ動いてるよっていう世界でしたけど、まあやっぱ QFC ってところがありますが、昔はここはあのブロードウェイマーケットっていうあの小さなモールで映画館もあったんですけどね、映画館も消えちゃってジムになっちゃいましたみたいな、ただずるずるちょっとこれは何ですかね、入ったことなんですかね、ワインですね、これはタイトルスシノガスタイバーです。あ、ベトナム屋さん、ベトナム屋さんやりました、こんな感じかな、新店というずるずる、もういいや、ここら辺でやめちゃおう、自転車に乗ってる人がいますということで、今ここでブロードウェイの中場まで行ってないかな、中場まで行ってないか、でちょっとここでお腹空いたんで、なんか食べに行っちゃいますということで、続きはまた後ほど。